日銀はきょうの金融政策決定会合で、政策金利を現在の0%から0.1%程度に誘導しているのを、0.25%程度に引き上げることを決定しました。金利の水準、あるいは実質金利で見れば、非常に低い水準での少しの調整ということですので、景気に大きなマイナスの影響を与えるということではないというふうに。 思っております。上田総裁は利上げに踏み切った理由として、賃上げの動きの広がりなど、経済の見通しが日銀の予想通りに推移していると指摘した上で、円安のために輸入物価が上昇していて、物価の上振れリスクがあるとしています。また、さらなる金利の引き上げについては、データ次第として、経済の見通しと比べて上振れる場合には。 短期金利の一段の段調整があり得るという姿勢を示しましたまた国債の買い入れの減額計画も発表し3ヶ月ごとに4000億円程度減額し2026年1、3月には3兆円程度まで半減させるとしました。